ーするのは徳島県海陽町にある企業なんだな。奇跡の柿養殖を実現したスタートアップ企業ってなんだ。今回の調査員はアクション大好き調査員中山咲です。よろしくお願いします。名古屋吉本のピン芸人中山雅樹、そしてお会いする社長さんはよろしくお願いします。よろしくお願いします。この方が柿養殖のスタートアップ企業リブルの社長早川翔吾さん。脱サラして会社を立ち上げ、最新技術を使った牡蠣の養殖に成功したすごい人。果たして奇跡の牡蠣とは一体どんな牡蠣なのか。え、あれですか。これです。なにこれ。これが我々の牡蠣養殖の秘密です。ここがあの奇跡の牡蠣。はい。おお、出てきた、はい、出てきた。この中に、あ、いる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 、結構な数。うわ、すごい。うわ、綺麗な形、かわいい。コロンと丸く綺麗な殻が特徴の早川さん渾身の一粒。今では天部牡蠣というブランド牡蠣になっているんです。他と一体何が違うのか。実はこの海ですね、はい、実は牡蠣養殖にすごく不向きな海で、過去の歴史で牡蠣養殖はもう無理だと言われてた海なんですけども。あ、そうなんですか。はい、我々このあの籠を使ったシングルシード方式という養殖の仕方でですね、この牡蠣養殖に実は成功してます。一般的な牡蠣の養殖方法は常に海の中で育てる垂下式。しかし海陽町の海は綺麗だからこそ、牡蠣の栄養となるプランクトンが少なく、養殖にはとても不向き。そんな場所でも養殖できるのがシングルシード方式なんです。海の満ち引き、ほうほうほう、いや、あとはこうあの波の揺らぎなんかを利用してですね、牡蠣を小さいうちから鍛えながら強い牡蠣を育てていくっていうやり方がこのシングルシード方式の特徴で。鍛える。はい、シングルシード方式では潮の満ち引きを利用しながら、牡蠣が小さい時から厳しい環境の中スパルタ方式で育てていきます。そうすることで少ない餌でも育つ強い牡蠣が作れるんです。こいつら一番きつくないですか。こいつら大丈夫ですか。あと何時間後にこいつら餌食えるんですか。一番鍛えてます。こいつ大丈夫か、お前たち生きろよ。さらにより美味しく効率的に浜辺牡蠣を作るための最新技術を使った唯一無二のシステムがあるんです。それが、まあ、我々実はスマート牡蠣養殖 のシステムを作って運用しております。スマート牡蠣養殖のシステム、はい、ですか。はい、その秘密はあそこにあります。はい、これですか。これです。これ、はい、これ実はセンサーの本体部分になってまして、はい、海の環境の例えば水温ですとか、ほう、あとはクロロフィル、まあ、餌の量、はい、まあ、こういったものを今実はセンシングしてデータ化しています。そう、この箱の下にはこんな感じのセンサーが取り付けられていて、毎日変わる海水の様子を徹底管理。さらにはこれが実際に我々が開発した養殖アプリ、どこにどの貝が何個あるかっていうのが一目瞭然になる。細かいことをこれやっぱデータ化して。そうです。漁場にある3000個以上のカゴ一つ一つをデータで管理。牡蠣の個数や重さなど飼育状況が一目でわかるシステムを開発。より効率的な養殖が可能になったんです。牡蠣養殖にこんなのあったんですか今まで。いや、なかったですね。そうね、すごいシステム。はい、もともとは育ちにくいとされた綺麗な海で育った牡蠣にはとっても嬉しい特徴が。この牡蠣フライを食べればその秘密がわかるんだとか。これ、なんかすっごいレアですねこれ。そうですね、
あの甘部牡蠣はあの生食もできる牡蠣なので、こちらのお店ではあのこのレア感が出るようにあの調理していただいてます。牡蠣のエキスだったでしょ。あっ、出てきて中トロットロ、これはうまい。細菌が少ない綺麗な海で育つからこそ生で食べられる奇跡の牡蠣、甘部牡蠣。ここからは社長の早川さんを深掘り、より詳しくお話を伺います。起業するきっかけって何だったんですか？そうですね、正直私あの出身愛知県で、はい、あの縁のある人間が徳島出身だったりはしないんですけども、はい、あの徳島県はですね、もともと10年以上前から、はい、まあ、移住者誘致、まあ、企業誘致も含めてですね、いろんなことにこうあの誘致活動を活発にやられている県、まあ、そこからあの得た縁でですね、私があの徳島に来ることになりました、はい、徳島県海陽町に来た後ですね、あの今私 の, あの共同代表をやっているパートナーとですね、あの出会うことになりまして、まあ、彼があの前職でですね、まあ、徳島県と組んで、まあ、あの牡蠣養殖の試験養殖を実はこの地でやってました。これはあのすごく可能性のある話だというふうに思いまして、これは組んでやってみる価値はあるぞということと、まあ、あの水産というもう完全に新しい分野、はい、そこでこうチャレンジできるワクワク感と、まあ、それであの企業を決断したという形ですね。そうなんですか。じゃあ水産系じゃなかったんですか？はい、あ、全くもう水産の素の字もないあの業界におりました。もともと愛知県 の, あの商社に勤めていた、はい、まあ、サラリーマンを実はあのやってました。そうなんですか。そう、実は早川さん牡蠣養殖は全くの未経験だったのに会社を立ち上げちゃったんです。なんで水産業なんですか？正直こう何かで起業しようとしてきたわけではなくてですね、本当にノープラン、ノープランで何にチャレンジしようかなっていうのを探しに来たぐらいの勢いで、実はあの会社も辞めてしまってですね。言い方あるんですけど、行き当たりばったりですかね。そうですね。なんかすごいプラン考えてこの鍵を作ってると思ってたら、そうですね、もうパッションだけで行って、最初はもう本当にパッションです。すごいですね、うん、それが逆にないと多分起業はあのできないとは思います。あ、はい、だからあんまりちょっと頭の中でこねくり回すよりも、ね、とりあえず行ってみて何か探しに動いた方がいいっていう。そうですね、我々の場合はそう思います。探り探りの状態で起業したリブル、スタートアップ企業ならではの強みがあるそうで、あの我々の会社のメンバーはですね、あの正直半分以上が、まあ、養殖、まあ、水産業の未経験者で構成されている会社です。あの逆にですね、あの未経験者だからこそ、まあ、水産業で当たり前になっている課題とかあのやり方をですね、疑問を持ってあのアイデアを避けるという意味では強みだと思っておりますし、今まで水産業の方が思いつかなかった新たなアイデアも初心者だからこそ出てくる。そうですね。これ起業して大変だったことってありますか？そうですね、もう正直大変なことしかないので。まあそうですよね、何が一番かと言われるとあれですけども、やっぱりあの海だったり自然、まあ、こういったものを使わせてもらって我々仕事してますので、はい、やっぱり例えば台風が来たりとか、まあ、近年あの世界的なその降水温化とかですね、まあ、そういったことを含めてやっぱりあのコントロールできない部分っていうのに我々チャレンジしてますので、そういったところはやっぱりかなり大変なことも多いですね。やっぱ最初はもう漁師さんも何スマート牡蠣養殖システム何それみたいな。そうですね、やっぱり我々が使うカタカナは理解してもらうのは難しいところもありますし、逆にあの漁師さんが言ってることもよくわからないところもあるんで、はい、そのコミュニケーションはやっぱりあの結構大変ですね。そこはどうやって中入ってったんですか？いや、もうそれはもうあの対話しかないので、やっぱり時には頭下げますし、時にはあの本当に飲みに行ったりとか食事したり、はい、もうそういう関係性の作り方ですね。早川さんの今後の目標は？牡蠣という意味合いでは日本の中でも後発ですので、広島とか宮城にいっぱい美味しい牡蠣もありますし、そういう意味ではあの我々の牡蠣が一番美味しいというあのブランディングをするのではなくて、スマート養殖システムですね、これらを使って、まあ、本当に誰でもあのこのレベルの牡蠣をちゃんと作れて、あの新たに牡蠣養殖でちゃんとビジネスができる人を増やしていく、まあ、これを国内だけじゃなくて国外にですね、やっぱり展開をしていくということをあのまずは目標に、まあ、それを達成していきたいなと思っています。世界制覇ですね。そうですね、牡蠣で、牡蠣で、はい、うわこれは楽しみです。いや本当に早川さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。